レイスフィールドハウスは親がいない子どもたちが住むところいつまでもこの幸せが続いていくそう思っていた約束のネバーランドアニメ「約束のネバーランド」でエマ役を演じさせていただいているモラホシスミレです。約束ののネバーランドの魅力は あの主人公が女の子だったりとかあと個人から脱出するっていう世界観だったりっていうのがやっぱり今までのジャンプではなかったちょっと異質なものでもあるんですけど、まあ、ストーリーを見ていくとそのハラハラドキドキしたりこう仲間と力を合わせて何か大きなものに立ち向かっていくっていうところで言えばそのジャンプの王道らしさもあって。 その二つの融合だったりとか、あと、本当に展開が気になる、先が気になる作品で、ずっと。こうドキドキできる作品なので。そういう、なんだろう、ずっと飽きさせないというか。っていうところが魅力かなと思います。変えようよ、世界。エマはすごく。明るくって、前向きで。活発な女の子なんですけど。すごく、あの、素直なので。何でも。 こう正面でこう全力で受け止めてで全然なんかこうひねくれた考えとかを持たずに何でも素直にみんなにこう伝える子なのでそういうところは大好きですし私自身もこう見習っていきたいなって思うところです。約束の「ネバーランド」ぜひアニプラス」でご覧ください。